こんにちは。Amazon 輸出サポーター、堀秀夫です。日本製品をオーストラリアに輸出すれば稼げます。全員が、彫金と。彫金って何だよって感じなんですけど、超過勤務の略みたいですね。えー、正直すぎる。教員採用パンフに賛否。仙台市教育委員会、現場の声を反映というね、えー、記事が載ってました。教員パンフレットにね、 えー、実態を変えてるそうなんですけど、そうするとね、えー、もう実態が本来の7時間15分の勤務なんかじゃ全く終わんないと、ね10時半。10時間半から12時間20分の勤務になってるというような話です。まあ、本当に日本で働くのはね、えー、大変だなという感じなんですけど、まあ、ただ、これだけ働くんでね、えー、日本の場合、まあ、学校の先生というのは、 給料は悪くないです。40歳でだいたい600万ぐらいはもらえると。まあ、ただ仕事は先ほどのようにねえ、きつい。で、勤務時間終わってもね、家でね、答案書いてるとかやるのは、まあ、ザラでしょうね。で、多分にまあもうね、えこう、オーストラリアが、 なんで魅力的かという話をするにはね当たり障りのない話し方だと理解しにくいんでもうね差し障りのある言い方しますとまず日本で一番多い年収は200万以下ね日本で一番多いのは200万以下ですドーンと一番伸びてるのは200万以下の給料しかもらってない人民間企業に勤めるとね、まあ、安月給っていうか本当にそれで暮らしていけるのか 暮暮らららししてますから暮らせるんでしょうけどね、まあ、結婚とか子供作ってとかね、夢、物語、まあ、一生大変です。で、まあ、これはね、派遣や飲食などの、まあ、サービス業の社員、またアルバイトの給料、ね、まあ、要は、反応承知で、まあ、これまた当たり障りのある,ある言い方をすると、わざわざね、派遣や飲食などのサービス業の社員、またアルバイトになる人は少ないと。 学歴や能力、就職の際の面接などのスキルで、年収200万以下の仕事についている。まあ、もっとわかりやすく言うと、高い給料をもらうにはスキルが足りないと。だから、安い給料に甘んじているということです。しかし、オーストラリア人の場合、日本なら年収200万以下の給料しかもらえないようなスキルでも、最低賃金600万弱の給料をもらえると。まあ 日本のまあ普通の、ね、要は200万円かっていうのはね、えー、飲食業で普通に、えー、接客してる人たちとかね、えー、そういう感じですから、まあ、そのスキルがあれば、オーストラリアだったらね、むしろね、あのすごい真面目で能力高い責任感ありすぎるみたいな、そんな感じになりますね。で、オーストラリア人だと、日本だともう年収200万円か、ね。オーストラリアなら、えー、最低賃金600万弱の給料。 まあ、最低賃金600万弱っていうかね、まあ普通に考えて700万前後、あるいは700、800万ぐらいという感じでもらってます。そして、まあ、さらに差し障りのあり方をすると、日本で高い年収をもらっている人は無駄金を使わないと。ねまあ、年収1000万以上あるいはね、1500万、また2000万ぐらいの人はね、まあ、役に立たない保険に入ったり、宝くじ買ったり、 まあ、競馬やパチンコ団のギャンブルでお金を浪費するということはまずないと。ね、でさらに、深夜のテレビショッピングで物をよく買う。ねまあ、暇ながらテレビ見て、ね、ついつい、えー、テレビショッピング見たら買っちゃった。ね、まあ、そんな人はあんまりいないですよね、高所得者には、まあ、要は。 安月給の人たち、その深夜のテレビ見てる時間で何とかすればもうちょっと給料取れる仕事はあるんじゃねえのという気はしますけどね。まあまあまあそういう感じです、ね。まあ、年収2000万以上のエイトと呼ばれる人たちはくだらないことにお金は使わない。ところが、オーストラリア人はくだらないことに金を使うのが大好きな浪費家で、まあ最低でもね、えー、最低年収600万、まあ大体700万以上の給料をもらっていると。 そして、もらった給料はきれいに使い切る。日本でもね、所得の低い人ほど給料はきれいに使い切る。まあ、一見当たり前のようなんですけど、まあでもね、あの使い切るっていうか、いやそれ、そこ金使わなくていいんじゃないのってうもんでもね、同費して使っちゃうっていうのがやっぱり、どっちかってうと安月給の人たちに重いと。ところが、日本、オーストラリアの場合はね、そういう、 えー、うかつに金を使う人が給料をたくさんもらってる。ね、なんだ、毎月お年玉をもらったね、えー、中学生、高校生みたいな人がお年玉以上に、ね、お年玉の何十倍というお金を毎月もらって金を使ってるという国がオーストラリアです。ね、物が高くても売れるのは当たり前と。 物が高くても売れなの当たり前だからサービス悪いのも当たり前品質が悪いのも当たり前何しろみんなお互い様でね大した仕事もせず高い給料をもらってますでまあうかつな人たちなんでねまあある二文字を使うとすごいわかりやすいんですけどそれはちょっとねさすがにさっさわりがあり,ありすぎるんでね 日本だと、まあ、そうだったばっかりに安月給でね、また、そこでくだらないもんで、ね、お金使っちゃね、どうにも浮かび上がらないんだけどなってもにお金使っちゃうと。まあ、ところが、オーストラリアの場合はね、社会が上り調子なんでね、そんな人たちでも高い給料もらってお金をね、ジャブジャブ使ってるというのがオーストラリア。まあ、低所得ばかり多くて、数少ない高額所得者は金を使わない日本と。 反対に高所得者の人が多くて、金をだ使うのが大好きな人が多いオーストラリア。まあ、どちらで商売をすれば稼ぎやすいか明白と。まあ何もね、オーストラリアに行かなくても、今アマゾン輸出をやればオーストラリアのこの金使うの大好きな人たちを相手に、えー、ビジネスができます。まあ、日本で所得が伸びない、そして今の所得では将来が不安なら、オーストラリアアマゾン輸出を始めましょう。 まずは無料のメールセミナーに登録してください。こちらをね、こう、スクロール下の方にしていくと、一番下に無料のメールセミナーの登録フォームがあります。こちらですね。こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押して、無料の a m a z o n スメールセミナーに登録してください。今動画見ててね、これクリックしても、 何も起こらない。アドレスいられないという方はね、えー、動画の説明欄にメルマガ登録の、えー、URL が貼ってありますので、そちらをクリックして、えー、メルマガ登録してください。オーストラリアアマゾン。部、ね、活に金を使うと。ち、ねえー、ゃんちゃん金使うのが大好きという人たちが、ねえー、たくさん住んでますんで、まあ、日本とはまた違った形で、えー、稼ぎやすいです。 違った形で稼げっていうか日本で稼ぐのはすごい大変なんですけどね、オーストラリア人相手に稼ぐのはちょっとコツを覚えれば簡単です。まあ、そんな形で、オーストラリアアマゾン、これからね、どんどん儲けやすい市場になってきますんで、今のうちから参加しましょう。まずは無料のメールアドレス、無料のメールセミナーを登録して受講してください。以上、アマゾン輸サポーター、堀秀夫でした。